以上進化するこいつ。しかもさ、プレデターってさ、しかもダブル上げですよね、それ。いや、さすがにいい上げなきゃダメだろう。新無敵の鋼鉄軍人 V2 になる、まさかバージョン2になるか、これ。なめこう。おっとっとっと、これはまたノマで検証いるな。ランクではまださすがに出したくないが、なめこう。フィオラ相手にハプツンでも意味ないし、なめこう。もしやこれはフィオラ相手だったらこうだね、フェイズラッシュ。なめこう。フィオラ相手に負けなくなるのでは。プレデターで飛び込んでもさ、フィオラって逃げ足も速いし、なんなら殴り返してくるし、位置取りがさ、大事やからさ。フェイズラッシュで行こうかな。で、今回対象指定の必中 CC がジリアンのスローしかないからさ。あー、もうフェイズラッシュ、フェイズラッシュ、刺さる刺さる。フェイズラッシュ何で行こうかな。白髪生徒で行こう。でもね、リバティめっちゃ消費 TP 重いんよ。稲妻11でいう消費 TP テクニカルポイントがめっちゃ重いんよ。なめこう、スローですか、そうですか、わらわら。稲入れの TP って他のゲームで MP 的な概念。リソースなんよ、技を使うリソース。要するに俺の集中力、気力が消費する、気力が消費されるんよ。一番楽なのはやっぱクロスジャスティスやね。征服者不滅。あれめっちゃ楽やからね。しかもフィオライグナイトなんて持ち込んでくれんですか、やったー。フェイズラッシュは拒否能力の高いビルド、拒否しまくろうぜガレン。よいしょ、集団戦で盤面荒らしたいビルドやからさ、レインフェイズのことあんま考えなくていいよ。フィオラはレインフェイズ全振りで考えてる、こちらは集団戦を軸に考えてる。この違いがわかるかフィオラ。俺はセーフプレーをすれば勝ち、お前はガングサルリスクを犯してでも俺のことを殺しに来なきゃいけない。お前にその勇気があるかフィオラ。まとめてかかってこいよ、勝つのは俺だから。ミニオン出撃まであと30秒。タロンがいないから無理やね。王の名のもとに、王の名のもとに。ひとひらの雪のように。よし、いつでも戦える、いつでも戦える。ミニオンが出撃しました。なあ、2発もらってやるよ。いや、いいとこバードいたね俺。デマーシアの力を思い知れ、デマーシアの力を思い知れ。さーて、連挙し続けろよ、全力で連挙しろよ。戦う意味を見失うな。や、蹴散らしてやる。痛い、もういきなりイグナイト切ってきた。目が対していきなりイグナイトかよ。正義をなぜ。ほら、スピン全弾ヒットしたのにさ、向こうの見てこのダメージ。イグナイトフィオラはね、レーンで勝てるやついないと思っている。これよ、すごいでしょ。デマーシアのために、デマーシアのために。はあ、我々が正義だ。うん、これでトップの SS と。大丈夫だ、
大丈夫だ、今行くぞ。さて、全力で拒否して、うい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 、祖国を守るのだ、祖国を守るのだ。よよ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 よ、この命ある限り戦い続ける、この命ある限り戦い続ける。さて、取れる CS だけしっかり取って、悪には叱るべき制裁を、悪には叱るべき制裁を。なめこー、さてここからガレンの方が回復するんですよね。そうやね、序盤はタフガイゴミやからね、回復力。この世界に希望を、この世界に希望を。うい、なめこー、キキキ。さーて、うまく吸収を避けて、吸収を避けたからミニオンアグレ引くだけ引いてダメージあいつが食らうからね。慎重にね、レーンてかもう なんなら別に戦わんでいいよ、一生引いてないよ。バサクツが待ちきれない、先にアイアンスパイクよ、このビルドは。ふん、切り開く。さて、法とこの剣が、法とこの剣が正義をもたらす、正義をもたらす。でや、蹴散らしてやる。はっ、よし、帰ろうぜ。ただ弱住所だけ持っとくか。連拒否したいからね。お祈りは済む。燃えてきた。敵を倒します。おお、すーげえ、限界バトルしてる、ダブルキル。信念を貫け。めちゃくちゃ限界バトルしてたやん、見ててハラハラするからやめてね。今日の中でもレインフェーズはガレン側のガンフリで、それ以降はまあ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 前進だ、ゴブってところかな。まあ、レインガンフリなところがあるからトータルで見てフィオラ有利やね。最終的には5分になるんやけど、その最終的に5分になるまでに基本的にはフィオラが有利取ってるはずだから、我々は国を取れてないんならもうフィオラが落ちだしな、ガン有利を生かせなかったっていうのは。そもそもガレンの W がトゥルーダメージを防げないからさ、ガレンって W の割合カットがあるからっていう肩書きのもと基本 AR や基本 MR がゴミにされてるやん、 HP とか。じゃあ W が機能しないんならここ危ないぞ、どうするんかって言われたらどうしようもないやん。そう、どうしようもないんよ。デモーシア、正義をもたらさん、正義をもたらさん。ガレン使っててフィオラにやられるんですけど、そういうことですか。そう、勉強になります。 W を完璧に合わせたとしても特に防げないからさ、見ててほら、防げないやろ。何も恐れるな。ダメなんよこれ。なあ、悲しいよな。だからフィオラがさ、ガレンにウルトを切ってガレンを殴ってる間に他のやつにやられてしまうとか、ガレンよりもウルトを切らなきゃいけないやつがいるとか、そういう状況になる。つまり集団戦までは相手しない方がいい。夢歌カット、相手もりもり回復しますしね。そう、サステイも段違いしね。蹴散らしてやる。いつでも戦える。ほら、向こうから来てもらえばいいよ。こうやってさ、向こうから来てもらう殴る、向こうから来てもらう殴る、これを繰り返すだけよ。こちらから入る必要はマジで1ミリもない。向こう、キルライン来た。いや、キルラインじゃない、全然キルラインじゃない。デモーシア、それはなぜかわかるか、フィオラには回復があるから。戦う意味を見失うな。これ逆に俺のデスラインよ。ナメコ、マジっすか。そう、
前進覚悟緩むな。いってほら今ダブルカンペがあったよ。ダブルカンペがあったね。これよ。ナイス。夢歌カット、これがあるんですよね。さてどうしようかな。1100ゴールドだろ。ちょっと待つか。味方が倒され、何こう、弱点のダメージとんでもない。原始の我慢の限界というものがある。さてアイアンスパイカーがあった。こっからはガンガン殴り合える。恐れるな、正義をなせ。恐れるな、正義をなせ。ザックス前と切ったな。夢歌カット、やっぱ Q にデカラパリー4でしたってされるのつらい。そう、 Q も R も全部避けられるからね。デマーシアのために。ガルの水死は即着じゃないからな。これやろうぜ。俺ゴーストとウルト残ってる。まだこいつこれとこれないよ。あとここにワード置いた。大丈夫だ、今行くぞ。出まーしよー。さてちゃんとダメージ取れとしておいて。突撃切り開く、今は式悪透明。オッケー、今は式悪透明。蹴散らしてやる。ガレンベイド成功。ワン、ツー。祖国を守るのだ。ちょっと早くね。前進。ミニオーエブ的に仕方がないか。この世界に希望を。この世界に希望を。味方のタワーを破壊しました。さて帰ろう帰ろう。集団戦荒らすぞ、盤面荒らすぞ。我々が未来を作る。我々が未来を作る。行くよ。さてどう立ち回ってやろうかな。フェイズラッシュ発動中はスロー耐性もらえるから、ジリアンのスローも全然気にしなくていいし、アッシュのスローも無視できるし。切り開く。ただ相手岩ドラ持ってるからここだけ要注意。前進。さて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 は、軟禁玉すだれ。ザックがいないからちゃんとワードを置いて、えらいで相手のジャンクル荒らす。蹴散らしてやる。やばいやばいやばい、悪かった悪かった、ちっこいの取り取って悪かったから、大きなお前にあげるよ。前進だ。さて優しい。わお、俺いらねえ。スクライブルームやけど叩いとくか。トップモードロっていうか、アーリーにトップ任せて俺はミッドカバーするか。ありがとうアーリー。デマーシアの心は、ザックが絶対いると思ったからさ、あらかじめセットアップしてたのに。ザックこんなとこいる。うせやん、あの状況でザックボットじゃないんだ。さすがに予想外やな。正義をもたらす。味方が倒されました。なんかアリがまっすぐ敵に突っ切って死んでた。何してんねん。おおおお、味方が倒されました。トップもボットも死にまくるね。
何も恐れるな。王の名のもとに、王の名のもとに。さて、ドラゴンが1分後やね。さて、俺はこれ向かうよ。ちゃんと向かうからね。味方が倒されました。でもーしよー、いつでも戦える。まもなく破壊されます。里見をガレンってスケールしますか。めちゃくちゃ高い。トップレーンの中で上位に入るレベルにスケーリングが高いよ、ガレン。戦う意味を見失うな。味方のタワーが、ベスト3に入るかどうかって言われるとうーんやけど、まあベスト5には絶対入るね。ナメコー、機動力さえあれば最強マン。ジェステア、サミーチェ。恐れるな、正義をなし。サミーチェは火炎火炎。ウィンクないだけでスケールは大きいですよね。そう、そのスケーリングをなんか有効活用できるする方法があるかって言われるとうーんだけど、はいとは言い難いけど、スケーリングすることだけ、だけならめちゃ強い。それを生かすだけの機動力と CC がないだけだって。スケーリングというところだけに誰も壁パルクールしませんかね。ご自慢の筋肉で蹴散らしてやる。トリンダメアみたいな、トリンダメアのスピン、あれ壁に正面衝突してるだけやろ。ずるいやろあれ。あれ壁越えるんやったらガレンのスピンも越えれていいよな。ナメコー、グサ。さてアーリがソロキル経験値渡したからレベルついちゃったな。なるほど、ありがとうございました。さて、アールでとどめさしたら再使用できるのまだですか。欲しいよな。先陣を切る、切り開く。あったらいいのにな。おお、いいチャームだ。大丈夫だ、今行くぞ。どうしようかね。はっ、蹴散らしてやる。なんでもいくら欲しいよな、ガレンの R。 さて、これでストライドブレーカーが上がらないわ。ドラッシュ打ってあげよう。さすがにストブレの方がでかい。ドラシよりも祖国を守るのだ、祖国を守るのだ。さーてで、夢歌カット、 R が対象から極小の範囲攻撃になるのでもいいですよ。ワイルドリフトやん、ワイリフのガレン。そうだよ、極小範囲だよ。この世界に希望を、デシャンコタイム。で、回しやー。我々が未来を作る。OK。待ってやるわ、アーマー。ありがたく思え。ふぅ。やっぱ集団戦つんげ。位置取りすげえ楽でしょ。ガレンなのにさ、こんなに自由にインアウトが繰り返せるんよ。ジェステア、ガレンの R で敵倒したら無数増加してほしい。切り開く。なんかシールドでもいいしさ、前進、回復でもいいし、何かしら欲しいよな。何もないっていうの結構しんどいな。戦いを恐れるな、戦いを恐れるな。ランページ。さてさてさて、今の集団戦誰も死んでない、すごいよな。ガレンが荒らし回ったもんな、おもろく荒らしたもんな。信念を貫け。味方がタワーを破壊しました。こうか。800だから弱重傷買おうと思ったけど、すでに弱重傷持ってるな。じゃあ先に出てもらっていいか。とりあえず機動力欲しいし、いや、なんなら
ムーンプレートドメイ、次のリコールでジールからのモータルドアよ。それいいな。ムーンプレートの段階で 5% もらえてるからさ、とりあえず1回でも追いついたらフェイズアッシュ発動するから、それ以降はすげえ楽だし、その初撃がしんどいもんな、初回が。おっと、ここ、ここね、ここに王子は。デマーシアの心は一つだ。あらかじめやっとくか。ジャッジメント10ヒット、栄光ある。電撃いくよ。正義をもたらさん、正義をもたらさん。よい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 。ジェスティア、でもいろいろビルド考えてもフェイズラッシュガードリンカーが一番好き。わかる。デマーシアの力を思い知れ。ストライトと違ってフェイズラッシュ発動はしにくいけど、発動してしまったら体も硬いのフェイズラッシュやからね。そりゃ強いわな。踏み込みが足りん、踏み込みが足りん。体も硬いフェイズラッシュ、弱いはずがなく。何も恐れるな。よよよよよよよ、はぐれないね、はぐれない。さーて、祖国のために。リバティーグレイトー、ういこのビルドでね、ゴースト使うときはグレイト叫ぶって決まってんねんよ。ウェーイグレイトー、ふん、痛い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 、トゥルダメージ OP。 今の血液ね、重傷入ってるよな。あの回復やばくない？わお、恐ろしい回復力。さすがに重傷込みであの回復されるとは思ってなかったわ。重傷っていう概念を鼻から否定するのは空かだけにしてくれないかな。さすがフィオラ、このゲームで一番回復する女。それは名誉なのか不名誉なのか。夢歌かっと、油断するとこうなる。体はもろいんよね、残念ながらね、非常に。シャットダウン、なんちゅうとこまで攻めてんだ。あとフェイズラッシュな以上、序盤からゴリゴリ攻めなあかんからさ、序盤からゴリゴリ攻めるっていうことは見ての通り、走行強化たまらない。走行強化たまらないってことは、やっぱ体もろくて死ぬってことで。とりあえず一投仕込もうぜ。多分そのバロンはもう無理だ。そこでゼリーが死んだのは無理だ。やる？ってバロン求めたし、俺らは頑張った。 ADC があんな状況で死んでこんだけ頑張る十分やんな。いや続けてんのか。わお、よく頑張ったアリ、お前はよく頑張った。あのマナでここまで戦ったら十分やと思う。オッケーオッケー、バロン求めたし、4号トレードいいね。充電しないと。エース。恐れるな。恐れるな、正義をなせ。やっぱ走行強化たまらずに戦わされ続けるっていうのはフェイズラッシュの弱点やね。でもフェイズラッシュってかといってセーフプレイして仲良し恋し続けてもな、それはもうフェイズラッシュの意味が1ミリもないしな。デマーシアのために。フッデア、いけるか本当に。前進、悪にはしたるべき制裁を。ジャスティス、めんどくさいなもう。ウィ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 ウ
オークは あ、バロン3枚持ち帰ったか。まあ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 。祖国を守るのだ。祖国を守るのだ。今だ。蹴散らしてやる。あなたの場合、あなたのタワーの使い方。この苦しみはお前の苦しみだ。おら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 、盤面荒らすぜ。盤面荒らすぜ。ちょっとごめんよ、横通せ。フェイズダッシュ一度発動すればもう止まることはない。決まったな、今のはフェイズダッシュが決まった。誰で発動する誰で発動するってすげえ、ね、悩んでたんよ。フェイズダッシュさ、効果時間がほら3秒しかないからさ、発動する瞬間間違えたらさ、追いついてないのに発動して、よし今から追いつきたいってタイミングで切れちゃうんよ。だから待ったんよな今。えらい流れ、よく待った。早いぜフェイズ。ナメコをグラウドソウルとかですか。足早すぎるなこれ。危ないよ、もう危ない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 、もうマジで危ない。これ知らね。なんかさっきからバロン取ってるのにみんなスローするな。はい、モータルリマインダー全身だ。で、レッドマン買って。我々は国を背負って戦っている。イエーイ、回避回避回避。当たるかマルケ。なしきたやつ。まだな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 。ここ完璧なタイミングで入った。うん、じじうぜー。で俺はフィオレ乗ると切れるまで待つ。待って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 。オッケー、フェイズラッシュはインアウトが得意なんだぜ。で回しよー。その身で学べ。オーケーオーケー、今夜は寝かせないよ。このインアウトを繰り返すの、これがフェイズラッシュの強みよ。ここって限界か。もう一本折れるか。マジ5秒で間に合う。味方がタワーを破壊しました。ちょっと5秒じゃ間に合えんな。シャットダウン。まあ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 、第4、2本折ったのは明らかにでかいか。忌まわしき悪党め、切り開く。ちょっと取りますよ。うい、まあ、何も取られるタイミングじゃないしな。これでもうバックドアでもいつでも終わらせれるし。いつでも戦える。ふぅ、 OK、 タワーモルダー偉いね。600ゴールド、ブランブルって買うやろ。その後どうするかな。戦う意味を見失うな。1、2。いやでもこのインアウトのさ、集中力がすげえいるからさ、このビルドテクニカルポイント TP 岩消費するの分かるやろ。めちゃめちゃ使うんや TP。 30下がる代わりに恐れるな、正義をなせ。45だから15上がったんか。移動速度も上がったし、
さて、で、デスダンスやな。MR は言うほど気にする必要はない。勝利あるのみ。蹴散らしてやる。はっ。めんどくせえもん持ってんな、ガーディアンエンジェルと。またまためんどくさいもの持ってるじゃないっすか。悪は滅びよ。ふん。大丈夫かそれ。味方がタワーを破壊しました。出回し屋のために。我が剣と忠誠は出回し屋のために。フォローありがとう。ほら。敵を倒しました。ダブルヒット。ああダメだった。やっとだ。痛え。敵を倒しました。敵に効くよ。なめこ、さすがに。これ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 、絶対これでいいって。新ゴッドハンド X! えっと、ありがとう。重傷、誰も持ってないん、重傷。重傷買わずにフィオラ戦おうって、それはちょっとおこがましくない。トリシアさん、ありがとう。今日はトリシアさん、カロンさんリスペクト配信でしたもんね。夢歌カット、モリモリ回復マン。さあ、重傷買わない方が悪いと思う、メスイ。今行くぞ。大丈夫だ、今行くぞ。入ってんじゃねえかな、これ。こいつ。入ってなかったわ。さて、どうする。邪魔をするな。邪魔をするな。バックドアはできないよな、さすがにできないよな。おーおーおお、トリシア配信頑張ってください。頑張るぜ。フェイズダッシュガレンっていう、また色物ビルドで頑張ってるよ。うん、この世界に希望を。これ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 、俺らこれ、俺らこっち。切り開く。未来を。出回しや。ダブルキル。あなたのジャンプ倒されました。間に合えなかったの。お、うまい、ナイス。いや、これはチーム一丸となった勝利よ。ナイス。フェイズラッシュマジで集団戦強いな。悪いことするかね。楽勝。ジジイビルプリ。ナイスゲーム。さて、これで3勝2敗か。3勝2敗でプラス1。勝ったぞ。いや、対面に何度もキル見つかれた時はどうなるかと思ったわ。いや、フェイズラッシュ本当に拒否力高いな。永遠と拒否し続けたやろ。1対1を全力で拒否しつつ、集団戦を無理やり共有させるんよ。ふぅ。今日は征服者ガレンで1勝して、征服者のダリウスと征服者のガレンで1敗して。夢歌カットでも疲れそうですね。そう、めっちゃインアウトのタイミングめっちゃ大事なんよ。一歩間違えたら